皆さん、生きてますか？久しぶりに、ビットコインなぼやき部屋の収録をします。まず今日はですね、この24時間くらい、1日くらいで、ものすごい、価格の暴落、ビットコイン、アルトコイン全般ですね、暴落があって、で、今、自分イスラエルいるんですけど、朝起きたら、割と戻してたので、めちゃくちゃ 30% くらい軒並み全部下げた後にちょっと戻すっていうような感じになってます。けど人によってはものすごいもしかしたら損失を出したりとか、儲かってる人もいるのかもしれないですけど、ちょっとやばいんじゃないかみたいな人もちらほら見たので、大丈夫ですかね皆さん。はい。で、ちょっと今回の件でいろいろ考えたことがあったんですけど、ここからさらに下げるのか、また戻していくのかちょっと自分にはよくわからないですけど、思ったのはですね、もし、今クリスマス付近、年末近いですけど、年末までにさらに何回か昨日みたいな暴落があると、なんかね、ここしばらく仮想通貨トレードでめちゃくちゃ儲けましたみたいな、送り人とか言ってちょっと調子乗ってるところがあったんですけど、割とそれがね幻想で。払わなくちゃいけない税金っていうのはもうこの時点で結構大体の、額は決まってる人が多いのかなって気がするんですけど、失敗すると利確のタイミングを逃したりとかいろいろあると思うんですけど、奥稼いでたと思っていたら税金で払う金額の方が、自分が持ってる含み益より、高くなっちゃってむしろマイナスみたいなことがね、これから爆下がりみたいなのがあるとあり得ると思っていて、なんかだからそう考えると、やっぱ調子に乗ってなんか散財したりとかそういうのはやっぱしない方がいいような気もしますし、他の株とかに比べて下がり幅も半端ないし、めちゃくちゃ今年上がってきた分、年末にかけてものすごい鬼のような爆下げを見せても、驚きではないので、あり得るので、ちょっとそこはかなり気にしといた方がいいですよね。いや、本当に奥だとか言って調子乗ってたら、蓋を開けてみたら税金払ったらマイナスってなったらもう笑えないですよね、全然ね。はい。で、このね、日本のやっぱり税金高いっていうのは、どこの国の人と話しても、そんなにみたいな話になるんですよね、やっぱり。マックス 55% って言われますけど、専門の税理士さんでこういう仮想通貨関連のトレードの、税の処理をやってくれるっていうところも出てきたりしてますし、とりあえずいろいろね、もしかしたら年末にかけて価格の乱高下がまたあるかもしれないんですけど、冷静になってほしいですねっていうことです。はい。で、過去の経験から言うとですね、なんか結構デジャブ感があると思ってて、2013年に、知ってる人も多いと思いますけど、1年でビットコインが100倍くらいになったんですよ。もっとかな、13年で。一時期当時の最高金額の1100ドルくらいをつけてすごいみたいになってたんですけど、でそこからご存知の通り、マウントゴックスの崩壊だったりとかがあって、一気に半値くらいになったんですね、2014年に。13年から14年にかけて。でそこからじゃあ、反発してまた上げてくるかって思ったら、2015年ずっとしばらくじわじわ低迷した後に、2015年の末から、2016年あそうですそうです2014年ですね、2013年に1000ドルつけてすごいって言って、ただそこからマウントゴックス事件とかがあって、2014年ですね、4年にしばらく低迷する時期が続いたと。でそこから戻すかと思ったら、さらに2014年の末から2015年の年始にかけてものすごい爆下げを見せて、結局200ドルくらいまで下げたんですよ。割ったんですけど、100ドル台までいったんですね。要は最高値の5分の1以下になってしまったわけですよ、当時の。で今回もそういうのあり得ると思うんですよね。ビットコインもそうですし、他のアルトコインももう100倍とかそれくらい上がってるものが今年1年であるので、そこから5分の1とか10分の1くらいに、来年になってね、来年1年かけてじわじわ下げていったりとか、もう一気にもしかしたら下がるかもしれないですし、なんかやっぱりこのね、ずっと上がり続けてるし、これからも上がり続けるだろうっていうある種のバブル感みたいなのは、まあ、永遠には続かないので、それは間違いなくね、どっかでやっぱりこう、大きな下落っていうのは出てくると思いますし、まあ、それがいつなのか、それがどれくらいの下落になるのかは、まあ、全然わからないですけど、正直に言うと。はい、なんかやっぱりね、この1年ずっとこうちょっとアホな市場みたいなのが続いてたので、まあ、そろそろやっぱでかいのがガツンと来てやばいことになる人が出てくる可能性もあるので、まあ、それはマジで気をつけてください、なんか借金してまで買ってる人が出てきたっていうのをねちらほら聞いてるんで、いやーちょっと怖いっすね。はい、2013年14年15年の、価格の値動きをまあすでにある程度経験しているので、まあ、自分とかは下げてももうだから心の準備みたいなのはできてるんですけど、こっから先1年間2年間くらいのスパンで下落トレンドが起きてもおかしくはないので、まあ、そこはある程度可能性は理解しておいた方がいいですよね。でその当時と似てることの一つに、当時は2013年にあれだけ価格がビットコイン上げたのは、マウントゴックスが、まあ、ウィリーボットっていうボットを使って市場操作をしてたんじゃないのかっていう、まあ、疑惑があったりして、まあ、実際どうなのかよく分かんないんですけど、で今だと、まあ、テザーの、まあ、陰謀説みたいなのがあったと思うんですけど、まあ、テザーの話があって、なんかいろいろ似てるところがあるなとかちょっと思ったりするわけですよ、今の状態と陰謀説的なのも含めて。なのでね、まあバブルがいつ終わってもある意味おかしくはないと思うので気をつけてくださいっていうのと、あとまあビタリックも言ってたんですけど、イーサリアムの、まあ価格がここまで上がって市場規模がめちゃくちゃ上がってますけど、一体暗号通貨全体で、まあ、現実世界に何か貢献しているのかって言われると、まあ、まだまだ追いついてないところが多いですし、正直まあ将来の期待値で上がっていって投機優先で上がってる気がするんですけど、まあまだまだだよなって思うし、ちょっとやっぱり過熱しすぎて過大評価されてるとこも多いよなっていうのが正直な今年1年の自分の印象ですね。はい。というわけでね、これはね、勘なんですけどね、年末にかけてね、鬼のような乱高下が続く気がするんですよ。これはね、本当に勘でしかないけど、なんか過去のね、なんかデジャブ感があるので、まあでも気をつけてください。冷静になってください。はい。次。で、今、イスラエルに来てるんですけど、まあ、ちょっと現地のプロジェクトだったり、人に会ったりして、イスラエルの業界がどういう感じになってるのかっていうのと、まあ、イスラエルかなり有望なプロジェクトがたくさんあってですね、面白いプロジェクトが、まあ、それらの人たちにちょっと会おうとしてるんですけど、ファイナンスマグネットっていうところに、メディアなんですけど、フィンテックとか、まあ、ブロックチェーン関連のメディアもやってるところで話を聞きに行ったんですけど、まあ、かなりちゃんとしてるところで、チームがちっちゃいんですけど、まだ。はい。で、面白い話がいろいろ聞けたんですけど、そこでポッドキャスト撮ったんですよ。なんかあっちがポッドキャストみたいなのをもう少し力入れていきたいってことで、なんか日本の暗号通貨業界の事情だったりとか、まあ、その他全般に関してちょっとね、フリートークみたいなのをしたんですけど、多分来週の、月曜に公開するって言ってたので、まあ、出たらリンク共有しますけど、ですね、そこでね、まあなんかいろいろ話したんですけど、まあ今の市場の様子とかね、で、某コイン、日本のね、がジャパニーズイーサリアムなんでしょと。でなんかもう気づいたらいつの間にか市場規模トップ10に入ってる、まあ、某コインがね、まあ、ジャパニーズイーサリアムですごいこう日本国産のコインですごいんでしょみたいなことを聞かれて、いやーみたいな話をちょっとしたんですけど、まあね具体名とか出さないし、まあ察してって話なんですけど、言ったのは、まあどんなに中身のないコインでも、だ実際別にそのコインに限らずなんですけど、他のトップ10のコインでもほとんどウォレットが使い物にならないとか、まあ、まだまだ技術的に未熟なのにめちゃくちゃ市場規模だけ大きくなってるっていうのもあるんですけど、まあ、それもね名前出して話しちゃったんですけど、まあ、中身がないのに上がるってこともあるし、あともう一つやっぱり思うのは、なんか日本の人だったらこういう、まあ、売り方とかプロモーションの問題があったみたいなとこを、まあ、理解してる人が多いんですけど、海外だとそういうことは全然伝わっていない。で、逆に言うと海外の人は明らかにいろいろ問題があるって思ってるプロジェクトだったりコインとかが、日本だと全然そういう情報が伝わらないで、なんかみんな普通にまともなものだと思ってるっていうような、両方の展開があると思ってて、まあなんか改めてイスラエルに来てそういうことを聞かれたんで、ああ、なんか海外でももうなんかそういう勘違いというか、なんかやっぱあることないこと、情報ってこういう風に回って加工されるんだなって思いましたね。で、ちなみになんかモナコインとかについても聞かれて、なんか海外でも最近モナコインについて聞かれること多いですね。うん。なんでこんな上がってるのとか、どういうコミュニティがあるのみたいな話を聞かれることは海外の人からも結構あります。はい。で、まあ、イスラエルに関しては、むしろ今日、明日、明後日くらいでまた追加でいろんなプロジェクトとか会社とかあるので、バンコールとか、こちらに関しては、反省会とかコインストリートの方で手分けしていろいろまた情報共有だったり発信しようと思ってますので、お楽しみに。はい、次。草コインの煽りが最近ひどくてね、まあほんとそれだけなんですけど、まあ言ってもしょうもないし、もうどうしようもないから、別にもう何でもいいですけど、個人的にはもうなんかアルトコインに関してなんかこれいいよねとか価格に言及したりっていうのはやっぱやりたくないなって思いましたね。まあなんか煽るとめちゃくちゃ儲かるって話をこの前ヤスさんが来てくれた反省会の放送でもあったんですけど、まあ明らかなステマだったりとか明らかなインサイダートレーディングみたいなのが起きていて、まあ正直しょうもないなって思うんですよ。で、まあ、ただこれは別に違法とかではないので、ルールがないのでね。なので最終的には、まあ別にそれで儲かって嬉しいんだったらそれだけなので、まあいいと思うというか、あくまで個人の判断の問題だと思うので、あれですけど、まあ自分個人としてはどうなのかなって思いますね。まあそれくらいにしておきます。はい。自分はもうだからあんまりアルトコインの話は、しないようにします。だってこの前バージとかもさ、ヤスさんとの放送をした直後にめちゃくちゃ上がったらしいじゃないですか。で、まあ、自分たちの放送がきっかけで上がったかどうかはもちろん知らないですけど、まあ、もしかしたら少なからず結構影響があったのかもしれないですし、そういうことを考えるとやっぱもうなんか言えないですよね。何コインいいよねとかっていうのも含めて、あんまり言いたくなくなっちゃいますよね。まあでもめちゃくちゃそれ自分が言い始めたら裏で何やってるか察してください。めちゃ仕込んでるんじゃないかみたいなね。はい。最後。で、今日23日ですかこれ。まあということでね、皆さんクリスマスの時期が近づいてきてるということで、送り人とか言って調子に乗ってる割に、特にクリスマスの予定がないというね、悲しい人たちも多いと思いますが、クリスマスですね、ちょっと BTC ガールズトークの新作で、タイトルの時点でもはややばいんですけど、恋のホワイトペーパーという放送を今からビールさんと特別に収録するので、まあ時間がある人はぜひそちらを見てください。あと、クリスマスの前にジーザスコインがエアドロップしてたとかいう話があって、マジちょっと面白かったっていうのがありました。ジーザスコイン。ネタでしかないですね。はい、というわけでね、まあ価格変動とかいろいろありましたけど、年末にかけてね、これあくまで勘なのであんまり当てにしないでほしいですけど、また一波乱ありそうな予感がするので、相場的に。まあ、つってもね、なんだかんだ言っても、まあ、なんかあれですよね、今のこの 1BTC200 万円くらいいってたっていうのが割とおかしいと思ってて、100万円いった時もやばいみたいな話をしてたんですけど、まあやっぱりその最高、自分の資産がいくらになったとか、最高金額200万で計算とか、そういうのはしない方がいいですよね、普通にね。それで考えちゃうと、やっぱいろいろ計算がおかしくなって、すごいなんか、別に正直に言うとそんなに損してないのに、瞬間風速で200万いっただけなのに、なんかものすごいこう、病んじゃったりみたいな人もいるみたいなので、まあ、所詮数字ですからね。所詮数字でしかないですよね。はい。というわけで、一応ここまでにします。次のビデオもまたぜひ見てください。ではでは。